いくかの Linux Distribution ではソフトウェアアップデータープログラムがインストールされたソフトウェアと関連するパッケージをセキュリティや推奨されるパッチのためにアップデートするソフトウェアアップデータはまたユーザーにアップデートがあるときこれを知らせアルファベット順にこれをリスト表示してユーザーにどのアップデートをインストールするか選択させるこのアプリケーションは もともと Ubuntu のために書かれたが、今は他の APT に基づくシステムでも利用されている。アプリケーションは当初アップデート、マネージャーと呼ばれていた。しかし、2012年の u b u n t u 1 2 1例のリリースから名称がソフトウェアアップデータに変更された。これは機能をよりよく表す名前に変更するためのものである。ソフトウェアアップデータは、 アップデートをアンインストールすることはできないが、Ubuntu ソフトウェアセンターや、より技術的に進んだものとしては、シナプティックなどを使うことにより、アンインストールは行うことができる。Ubuntu では、ソフトウェアアップデータは、OS 自体を新しいバージョンにアップデートすることができる。この機能は、デスクトップ版にデフォルトで含まれているが、サーバー版にも必要に応じて追加できる。 ありがとうございます。